印入れておいたから。はい。ああ、そんなこともわかんねえのかよ。うまいな。そうだな。めんどくせえな。あとここも。うん。いいか、よーく見とけよ。ん？そこも頼む。はいはい。これがダリアだ。さすがだな、美術部。ひひ、まあね。ちなみに花言葉はカレーだ。愛らしいやつ。なんだよ、教えてやっただけだろ。あ、すごい。まあまあ。ちなみにひまわりの花言葉は、おう、私の目はあなただけを見つめる。あ、頼みなる。ところでさくら、明日は時間あるか、うちに来てくれないか。まだ着く？締め切りやばくてな。ですよね。近づけたはずなのに、なんで展開も設定もおかしい。でも捨てがたい距離感、そばにいたいよ。憎い日のまた目に出たても、ハート満載感を張りまくり。両思いぶ発動、次までキープ、休憩にするか。あ、そうだな。そうだね。さて、次のキャラはどうするかな。おいおい、最高のモデルが目の前にいるじゃねえか。ミコリ、顔真っ赤だよ。うるせえ。てかミコリって呼ぶな。そろそろマンネリだからな。何か協力するよ。おいおい、俺の方が先輩だからな。じゃあ明日ちょっと付き合ってくれるか。佐々木くん。おい、てめえだ。俺だけ仲間外れにしてんじゃねえよ。ところでさくら、お前好きなやつとかいるのか。ですよね。あれこないだ告白したよね。展開も反応もおかしい。急なオタク訪問嬉しいけど、ヒロインは手先が器用で君しか見えてないんだから、理想的な二人に Love